実技制作シリーズ、ナンバー24。水道端ではね、今まで実技制作シリーズといって予備校で勤務している優秀な講師の先生方にプロセスを書いてもらって、それをポスターにしてね、シリーズ化して販売していたりとか、指導資料として使ったりとかしてたんですけど、まあ、今回それが一新されるということで、フレッシュな講師の先生方に制作していただきました。工芸科はね、デッサンと平面と立体、芸大の受験3科目をそれぞれ、お願いしたんですが、今回はそのナンバー24でね、工芸科の平面構成を高橋先生に、やっていただきました。高橋先生、ありがとうございました。お疲れ様です。緊張してます？ちょっと結構ね、長丁場の撮影になったんだけど、かなりレベルの高いいい作品が仕上がったと思うのでね、ぜひぜひそれの解説も含めて、やっていきたいと思うんですけども、簡単に自己紹介いきますか。はい、今東京芸術大学の工芸科に彫金に所属している次4年になります、高橋あかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに彫金ってどんなことをやるんですか？彫金出身です。彫金出身です。僕主に金属を扱って、はい、ジュエリーだとかちょっと細かい仕事をやってます。あとで作品のあれとかちょっと載せとく。そうですね、紹介して宣伝してもらって。わかりました。それでは早速なんですが、今回平面構成ね、やっていただきました。課題文からちょっと言ってみます。はい、与えられたモチーフ、芍薬と工業製品のビーカー、マッチ棒、それに任意のアルファベットを用いて自由に色彩構成しなさいっていう課題でした。任意のアルファベットは1種類とし、必ず質感を加えることとする。マッチに関してはマッチ箱は加えてはならない。背景は必ず着彩すること。工芸的にはスタンダードな課題なのかな、これは。かなりスタンダードな課題で、芍薬が花として用意されてるので、描写はかなり求められる課題かなって。そうですね、芍薬描いたことあります？ないです。ないですよね。ないです。ボリュームもあるし、はい、難易度的に言ったら結構高い方だと思ってるんだけど、引きました、モチーフ見て。ダリアとかも結構花びらが多くてあるんですけど、芍薬も大きくて嫌だなって思いました。嫌だよね。試験会場行ってこれ並んでたら絶句するな。今回ちょっとお仕事ということでやっていただきまして、はい、じゃあ早速動画の方見てやっていきましょうか。はい、文字系は結構得意な方だったので、特に難しい課題だなとは思わなかったんですけど、うん、文字が出てきた時に質感だったり、もう一個プラスできるものがあると画面構成として面白くなるなと思って、今回は M の文字をちょっと柔らかい質感にしてみました。アルファベットは M を選択してスポンジみたいな柔らかい質感で攻めたんですね。はい、エスキースどうでしたか？モチーフもやっぱ綺麗なものばっかりで、あとは自分で設定できるので、すごい悩むってことはなかったです、うん、ラフにと当たりをつけて結構描き始めてます、ね、エスキースに結構調子入ってるじゃん、はい、エスキースって普段どこまでやります？何が確認できるところまでやるとか。正直本番とか制作の時間でエスキース長めにやりすぎると時間がなくなっちゃうので、やっぱり5時間以内にどれだけ絵の方に描けるかっていうのが大事だと思うので、うん、ここまでは丁寧にやらないです。本当に位置と白黒の情報、明暗の情報ね、明度計画だけして、うん、あとはもう画面で調整するっていうのを普段はやってました、うんうん、時間的にどれぐらいとかある？長い時は30分ぐらい、で、短ければ10分とか。これ2パターンですか？スキース出したのは2パターンです。私どっちかといえばこう鋭い形の方が好きなので、うんうんうん、かっちりした文字を作ってこういう植物と対比させるパターンと、あとは画面の雰囲気、華やかな花と合わせた時に合う文字で2パターン作って、当て方が違いますね。文字を暗くして花を見せるパターンと、文字を白くして花を黒として見せるパターン。ああ、明度計画的に、はい、両方でやったね。アルファベット、これ下は何ですか？下は V です。時間は特に決めてなくて、ちょっと薄い厚紙みたいな感じで、うん、まあ、やろうかなと思ってました、うんうんうん、で最終的には上の下は結構やったことがあって、いうか文字をかっちり書いて、うん、デタリングもしっかりしてみたいな感じでやってたんですけど、上はあんまりやってこなかったので、うん、ちょっとやってみようかなと思ってこっちを選びました。いいですね、そのチャレンジ精神。それじゃあちょっと続きをやってみましょう。はい、この時点で多分何回か離れてる
画面を離して見てると思うんですけど、モチーフを全部入れてどの位置がしっくりくるのか探って、うんうん、かっちり描くっていうようなことをやってほしくて、早めに決めていくって感じだよね、うん、ここ勇気いるよね。特になんかビーカーとかそんな描いても特徴が出ないモチーフなので、もう形取りしっかりして現象描いて、うんうん、で画面に早く出すってことは早く終わるコツだと思うので、うんうん、その辺はやっぱり早め早めにやってしまった方がいいかなって思う、うん、これで、ね、見てほしいのがこっちはモチーフで、うん、花の正面を決めてるんですよ。受験生には聞き慣れたワードかもしれないんですけど、そうですね、はい、この花に対してどこが一番絵にしたら映えるか、うん、あと光の状況とかが分かりやすくなるのかっていうのをまずここでしっかり決めてあげることが大事かなって思って、うん、大事だね。ここら辺でしっかりこの花とビーカーと見比べて、うんうんうん、状況設定を自分で想像して、うん、まあ、ビーカーの顔を決めるっていう完全なことをこっちでもやってます、はいはいはい、うん、やっぱり色の反射だったり屈折みたいなのはこのタイミングから結構意識して位置とか決めますか？決めます。ビーカーとか透明ものは現象があることによってよりらしさが出てくるので、うん、やっぱそれの良さは逃せないというか、そうだね、やった方が得でしょっていうところはやるようにしてます。この下書きの時にらしさが出るポイントを選んでスタートしてるかどうかでゴール地点に結構差が出るからね。ここで花の形を決めるところに入ってます。この時に影も一緒に入れるっていうのが、うん、光を強くするポイントで、光がどっちの方向から当たるのかっていうのがもう見えてきてると思う。光の設定の仕方とか影の落とし方とかを工夫してることとかありますか？私は強い光の方が好きだし、うん、画面的にもやっぱ入るので、うん、自然光をイメージして描くっていうことがやっぱりすごく大事かなって思う、うんうん、実際試験会場とかね、光弱いしいろんな方向から光当たってて難しい環境だったりすることよくあるから、うん、やっぱ普段から特訓しておかないとなかなか本番難しかったりするよね。ここで花が仕上がってきてると思うんですけど、ここを適当に描いちゃうと多分後の自分がすごく困ることになるので、はい、時間がある程度かかったとしてもしっかり形取りをして後の自分へのバトンタッチをしっかりやるってことがやっぱ重要になってきて、なんか最初から自分で理解してないと後にこう想像して書くっていうのは結構スキルがいることなので、うん、私はしっかり書いて状況をはっきりさせて色塗りに入りたいかな、はいはい、ちなみに花って言われると構造とかっていう話工芸家でよく出るんですけど大事ですか？植物って螺旋を描いたりすると思うんですけど、うん、どういうつぼみからこう開いてるのか、その状況がどういう形に沿ってるのか、うん、ちゃんと理解して想像して描かないと全然狂わず描くってことは無理なことなので。そうですね。なんか今も一瞬さ、なんかこうちょっとこう軸意識した鉛筆の動かし方あったね。花の茎の根元の部分を整えてると思うんだけど、うん、ほらめっちゃ言われてたよ、うん、これ花の真ん中についてないよみたいなことを結構、ね、はい、うるさく言われて、この真ん中からつぼみってちゃんと均等に入ると思うんですけど、はいはいはい、そこをやっぱしっかり意識しないと、どこに茎がついてる状態になっちゃう。身に染みてますね動作に出ちゃってました。動作に出てる。これ下は終了。下は終了ですね、うん、きっちり一本の線に切れるってことが、うん、やっぱりシンプルだね、めっちゃ。極太な線で描いてる人とか、はいはい、先ちょっと汚いなみたいな、うんうん、人もたまに見かけるので、うん、それをなくすことが大事かな。で、影をやっぱちょっとつけてあげる。なんとなくどういう関係性になるのか、リアルにしてあげる。やっぱこの状況はもうはっきりイメージしておく。そのイメージをもとに色塗りに入る。ここがやっぱ大事かなって思います。この時点で頻繁にフェードアウトすると思うんですけど、画面から。その、書いて終わりじゃなくて、書いて話して確認して、まず直すでワンセットが、ターンがそれで決まってくるんで、集中すればするほどかじりついちゃうからね。しかもこう緊張感のある仕事とかをさ、こう意識して、うん、丁寧に行こうとすればするほど画面から離れられなくなるし、視野もこう狭くなって、不思議なことに不思議だね。
確認しないとあんまり作業が生きてこない。うんうんうん、もうこのちっちゃい画面、ラビーさん、はい、サイズのちっちゃい画面ですら、うん、離れて確認しないと全体が見えてこないっていうのが不思議なもんですよね。あ、芍薬とかダリアとか花びらの一枚一枚があんまり分かりやすくない塊としてバサッと見えてくる。こういうのってベースどう塗るのかなってちょっと気になってたんだけど、もう少し薄い花だったらもうちょっと画面の白を残すんですけど、うん、相当ビビッドなピンクなので、うん、もうがっつりのせます、うんうん、色パレットに色4色ぐらい一気にこの量で出してるんです。なるほど。ここでもう反射光と光の鮮やかな顔とあとちょっと暗い色っていうのを出してて、うんうん、そこでこの全体パッと見の光の方向だったりだとか構造の立体感っていうのを一気に出してしまう。光パレットを見るとよくわかるね。そう、量が全然足りてないっていう人がやっぱり多くて、うん、パッと出して一気に使っちゃう。まあ一手とはいかないんですけど、うん、ベースって言われてる色の差で差をかなり意識して描くってことが大事です。今出てるこのパレット状の絵の具でこの紫がかって白混ぜ系の色とか、はい、サイドが高くて明度的にも強い色とかいろいろあるけど、この塊としてベース塗るときに割り振りとかってどういうイメージでやってるのかな。ここは光が当たってくるゾーンなので薄めに塗りつつ影側で濃度を高くする。混ぜるってことじゃなくて、うん、さっき使った鮮やかな色の濃度を濃くして色の差をつける、うん、とまずこう2面できて、うん、でその奥に薄紫みたいなのを混ぜたピンクを、うん、この反射光ら辺というか手前と奥その差をつけるためにちょっと白混ぜっぽい紫の色を置くと大体立体感が出る気がしてます。よくねこういう花も一枚一枚塗っていくことが結構多いんだけどちょっと難しいよね。全然描けると思うんですけど花びらの枚数がやっぱ多すぎるのでしっかり全体で見てあげないと描けないと思う。いや、ベースうまいよね。しかも下書きがちゃんと透けて残るぐらいの濃度でそうですね、いくんだね。これでもう下書きが消えたら悲しすぎる、うん、悲しすぎる。時間結構かけてるので、ね、ここやっぱしっかり下書きが残る程度でこの隙間の部分的なところにさ、うん、ちょっと濃度が濃いよ。はい、グッとこう乗せて進めていくっていうのも結構うまいよね。ここも光と影の移り変わりで、うん、ここがこの花でも私的な顔がポイントなんですよ。花の顔。花の顔で、うん、まあここが正面なんですけど、その中でどこが一番見えるかって言ったらここ、うん、ここを基準にして仕上げていきたいので、うん、やっぱりここの光の稜線、影、はいはい、と光の当たるところっていうのを早めに決めて、光の状況をより分かりやすくするっていうことが、うん、こう混乱しないためのコツですね。ここでだいたい葉っぱを乗せる花面終わったら。うん、文字の色を載せるんですけど、その時に影をつけるんですよ、うん、影をつけて物と物との関係性を早めに作ってあげる。ああ、単体で描いていくっていうよりも、うん、物同士が落とす影だったり質感的な影響だったり色の反射とかね、そこを優先的に見ながら進めていく、うん、描写はもちろん大切なんですけど、うん、関係性をやっぱりこうつけてるからには、うん、そこを説明しなければいけないと思うので、はい、早めに乗せてあげて状況をリアルにする、うん、どうしても物依存になっちゃうよね、慣れてないとね、うん、固有色が濃いものとかね、形が派手なものとかあるとやっぱりそいつだけを見て描いちゃったりとかするんだけど、うん、そこをちょっとグッて我慢して、そうですね、うん、なんかリアルにならないなとか、なんとなく自分の画面、空間が弱いなって感じる人は、もっと影の落ち方だとか、うん、はいはいはい、ちょっと観察した方がいいかなって思います。うん、そう。だいたい全体塗り終わったら、お、背景色？背景塗り始めます。うん、背景塗る作業ってただの、あの作業でしかないの、うん、考えることは何もない。だからもう一発一発でも終わらせていく、はい、意識で、うん、進めていくって感じだね。はい。まず決めるときはこの作業を、作業、作業筆でっていう、はい、で先が飛んだら作業っていう筆でもしっかり書いてもいろんな色もしちゃう。ちなみにこの背景色の選択はどうやって選びました？この色がなんか好きっていうか使いやすい、
これはその巷で噂のあかりちゃんカラーっていうやつですよね。確かこれ私がすごい使ってるからそういうのなんですけど、このまたね、これがなんか響きやすいというか、結構嫌がられない色、うん、はい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 、まあ、好きではあるんです。綺麗だし髪の色までしっかり合わせてくるんだよね。さすがですね。使いやすい色っていうのが1個あった方が、なんか背景色どうしましょうみたいな感じで質問されても、まあ、メイドとサイド合ってる場合は全然好きな色で構わないんだろうっていう。そうだね、好きな色はなんか1個持っとくといい、うんうん、確かに何人に使うってことじゃないんですけど、うん、やっぱある程度何が好きなのかっていうのは知っておくことが大事だったり、うんうんうん、でここでウィーカーを塗り始めます、うん、はいはい、原色はすごい大事で、うんうん、ウィーカーとか透明なもの、うん、とあと金属質のもの、うん、周りが映るものって原色が起きるんですけど、うん、一番入るポイントをこれも探すってことがすごい大事で、書くんだったらやっぱり一番現象大きいものだったりとか、それらしいものっていうのを選択をまずここでするっていうのはすごい大事で、あと一個すごい重要なポイントが、これ今ペッテのした色はすごい濃いと思うんですけど、こっからはぼかしの色を使う。ほう、基本アクリル絵の具私使ってて、うん、結構ベタ面とか、まあ、ターナー製のもの使ってると思うんですけど、うん、薄塗りもできて、ここ、うん、花でもいったと思うんですけども、うん、これも薄いところと濃いところを作って、うん、差をつけて描いてあげることによって、やっぱ画面がぎっしり決まって見えるというか、うん、濃度高くカチッて全部決めていった方が決まる感覚あるんだけど、うん、時間がある時は多分それの方がリアルさっていうのはやっぱ出ると思うんですけど、うん、時間がね、うん、制限されてる時だと、そうですね、薄い方がやっぱりいろんな幅を作れる、うん、水を含ませるだけで、まあ、濃い色から一部間尺薄い色っていうのが作れると思うんですけど、ベタで全部やろうとすると全部の色作って馴染ませるってことをしなければいけない、うん、そこを時間的に省略するために薄い色を用いるのかなっていうのは、うん、結構こういう時って筆跡残っちゃったりとか、にじみ加減がなんかどうしても綺麗にできないみたいなのってよく見受けられるけど、うん、コツありますか？大体は筆の大きさがちっちゃすぎる。あとは画用紙に絵の具を置いた時に、うん、どのタイミングでぼかせば跡が残らないのか、 あとどのぐらいで乾くのか、うんうんうん、筆に水をどのぐらい含ませたりどのぐらい伸びるのか、うん、っていうのをなんとなく理解してればすぐにできる。素材の理解だね。そこはやっぱ分かんなければやるしかないかなって、うんうん、実際に画用紙なり画用ボードなりで水含めて絵の具使って実践して感覚的にちゃんと覚えるっていうのが、ね、重要ですね。うまはやですね。導入しました。そうですね、苦労してきてますからね。導入しました。もう一個ポイント、うん、この背景色よりワントーン濃い色を使ってあげる、うんうんうん、と、現象のこのモチーフらしさ、うんうん、生え方っていうのがちょっと違ってきて、はい、まあ、お気持ち程度はではあるんですけど、これもみんなよく使うよね、この技ね。ピーカーを通して背景を見るのとそうじゃないのって、うん、多分差があるから、それを表現しようとして絵の具でやるんだったら、なんかサイドを高くして表現するのかなっていうのは思ってる、うんうん。しかも多分透明なものとかさ、最終的にハイライト入れるじゃん。入れます。ハイライトで白とか響かせた時に、うん、ちょっと明度的に強い色入ってた方が、こうハイライトがすごい際立つっていうか、ビリッと見えるから、その辺とかもよく考えられてるよね。背景より断然目立たせたいので、うん、そこと一緒になっちゃうともったいないかな。うんうんうん、ここら辺でメインの花のこの顔を描写する、うんうん、はい、自分が決めたここのポイントをまず手入れてるのは一番最初に見えてくるポイントで、かつここを基準にして他を描くってことをしてほしくて、全部描こうと思ったら終わらないです、この花、うん、ここ決まってきたら他を決めるっていう感じで、うん、バランスを取ると全部決めなくてもそれっぽく見えてくる、うん、デッサン的にもね、結構近しいこと言えるよね、うん、空間的にしっかり手前にあるものを優先順位高めに持ったり、あとまあ光影でいった描線、うん、明暗の境目を付け設定して
そこを基準にしながら影側どうしよう、光側どうしようってこうつなげていったりとか、手順みたいなのがこうはっきりしてるとね、迷うこともないし、うん、その序列に沿って進められるメリットは結構でかい気がするな、うん、全部同じですよね。平面に打って進む物体も同じことが言える、うん、ここで、うん、まあ、大体手前ら辺かけてきたので、うん、そこに対して奥を今こう決めていくっていう、うん、色の差はあるね、手前と奥で。で、奥薄くしすぎると量感とかが弱まってきて、うん、そこから立体的にならなかったりするので、こういう手前とは違う影の色を乗せてあげることによって、うん、交換だったりだとか、うん、差がまた生まれる。はいはいはい。色選びうまいな。ピンクとか赤とか紫って若干難しいかなって。色の差がちょっと出しにくいというか、うんうん、花ってぼらせないってことがすごい大事大事になってくるので、とりあえず手前はやっぱ鮮やかな色を特に選ぶ、うん、光側残しつつこう影側でその色を調整してあげるってことになる、うん、濁りにくいとする。あ、なるべくやっぱサイドを保ちつつ、やっぱ濃度高くして影色を入れるってことが大事かな、うん。ここら辺からビーカーの描写が入ってくるんですけど、うん、これ色的にはあれだよね、背景色をちょっと濃くしてる色と、うん、サイド上げてるのと滲ませて、はい、透明度上げてる色だけだけど豊かに見えるもんね、これだけで。あとこのハイライトっぽいものを逃さない、潰さない、全然後から塗ってるとは思うんですけど、うんうんうん、これを基準にして後ろを描くっていうことが結構大事。ああ、なるほど。困ってます。濃い色をここにも入れてると思うんですけど、うん、実際にこんな綺麗な水色の空間に瓶があったら、うん、こんな黒い色は入らないはずなんですよ、うん、はい、自然な感じで描く人はそこまでやらないかなと思うんですけど、うん、私の画面的にはちょっと強い見え方にしたいので、うん、やっぱ自分の服の映り込みをちょっと入れたりだとか、自然な程度で濃い現象を観察して撮ってあげるっていうことがすごい大事になってきます、うん、あ、本物そっくりのそのままの色を写し取って行きたくはなるんだけど、往年コースって自分の世界観の設定が舞台として存在してるから、そのままものが持ってる色をそっくりそのまま映すのが正解な場合と、うん、あとはもう舞台に合わせてね、しっかり演出して打たなければいけない時も結構多いし、そうなって今度は調和が難しいよね。そうですね。混んじゃうとかさ、浮くとか、やっぱそれは嘘をつくってことじゃなくて、うん、しっかり観察するんですよ、ここで。はははしっかり観察してそれを映して、うん、合わせるってことは、うん、調整でできると思うんです。なんかただ強めるってことって勘違いしちゃって、強めて、で多分そういう人ってなんか、うん、あ、ちょっとこれ嘘っぽいねって思わせちゃう。よく言われてた。わかります。観察だね、やっぱり大事だな。映ってないけどもうちゃんと光に照らしての、うん、位置見たりとかよく起きたし、うん、大事だな。あとはこの影、うん、実際これもビーカーでこんな影ずっと落ちないんですよ、うんうんうん、落ちないんですけど、離れてみた時にやっぱこれも関係性をもっとつけたいなって、うん、反射がぼろけなくなる、その状況をちょっと誇張っていうと嫌な表現になってしまうんですけど、うんうん、こう少し、まあ、この雰囲気に合わせてあげて描いてあげると、うん、関係性がより強まって見えるかなっていうところで、影は少し濃いに戻ってます。しかもこれちょっと映り込んでるようにも見えるしね、うん、普段の観察に基づいて演出してるからこそ、こう嫌な打ち方ではなくてちゃんと実感持った見え方になってる、こういうのとかうまいですね、やっぱり。ここで、うん、この調和の段階に入ってきて、うんうんうん、この映り込みを入れる、はい、ってことが重要になってきます、うんうんうん、色の調和を気にしろみたいな課題、うんうんうん、芸大の構図鑑識結構取ってると思うんですけど、はい、こっちにも色振ってあげて画面全体の統一感っていうのを出してあげる、うん、こっちも多分やってます、ね、やってます。そのビーカーの質感っていうのは早めに出したいと思うんですけど、うん、タクシーみたいなのが入るじゃないですか、はいね、日中だから、はい、それをすぐに入れてあげるっていうのは結構物量感出すのが大事。なんか脇役のさ、このマッチ棒を振ってるじゃん、はい、これとかはどういう意図で選んでます？ M が下掛け柔らかいからちょっと潰したいなっていうのと、うん、あとは色の振りが、うん、まあ、鮮やかすぎるので、こっちが、うん、ちょっとここに振ってあげて、うん、
目の写りのポイントをとても端にも持ってさせたいなっていう感じで、まあ、こちらのところに入れます。結構ちっちゃいモチーフとかね、なんとなしにこう画面の中に散らばせて終わる人とかも結構多いけど、うん、ちゃんとそこは意図があるってことですね。そうですね、このモチーフいらなくないみたいな構成を知ってる人っていうのは結構いるんですけど、うん、よりこう納得させるためには、うん、この舞台の中で活躍させてあげることっていうのがやっぱすごい大事で、うん、名脇役って大事だよね。面白いですね。本当に主役だけじゃないんですよね、うん、幕役、名脇役それらをちゃんと設定して始めて、うん、名作が仕上がるのでしっかり使ってあげることが大事です。おー、上がってきたね、うん、鼻うまでも、ちょっと難しすぎてどうすればいいんだこれみたいな。難しすぎてどうすればいいんだの人の仕上がりじゃないんですよ今の段階で見えてるね途中でちょっと葉っぱをこう、うんうんうん、なんか足りないなと思って下の辺に葉っぱを増やして、うんうんうん、かけた方が見えるか、ちょっと画面全体が延長にならないように、うん、バランスとかね、うん、そうしたします。あ、なんか表面のさ、鼻の質感みたいなのもちょっと入れてるじゃん。はい、でも量とか花びらの一枚一枚の構造とかがこう外れないね。なんか線だけ浮いたりとかよくするんだけど、花びら結構描くときに重要なのが、花びらって大体の花びらこう放射状に多分こう波打ってると思うんですけど、うん、それに沿ってきっちり影とともに質を入れてあげると浮きにくい、うん、あ、確かにね。あ、もうフィニッシュワークに近いですね。でここら辺で多分花の明るい色をちょっとずつ足してます、うん、この結構花をこれでフィニッシュする人もいると思うんですけど、こういう色だったりだとか、うんうん、この花びらが反り返ってこう厚みが見えてくる部分だったり、ハイライト、うん、あのハイライトを入れてあげるとより仕上がりがダントツで上がるね。上がります。この際のピリッとした感じでだいぶ印象変わるもんね。なんか葉っぱもそうじゃない、うん、先端とかちょっとめくれ上がってる感じとか、うん、厚みを感じるハイライトとかうまく抑えられてるね、はい、うん、しかも結構この時にさ、まあ白混ぜの色をちょっと厚塗りでかけてると思うんだけど、うん、でも透明度がちゃんと残ってる場所も維持してるよね。そうですね、全部見せちゃうとやっぱその表情が下になるから潰しちゃうともったいないので、うん、まあ、しっかり保ってますね、うん、色幅を。でこれもほぼ仕上がってきてると思うんですけど、うん、このまた一番明るいとこ入れたら、この濃い色をもう一回調整して足すとより、うんうんうん、あの調整が効くので、だんだん全部に色乗せてくると、うん、多分その黒が弱まって見えてくる現象で、やっぱ石膏とかでもよくあると思うんですけど、それをもう一回足上がってきたなって思ったら足してあげて調整、うん、明るい色もどんどん増えて影側の色にも幅が出て、うん、で形も締まってくるから描けそうな気してきたな画面調整するときにやっぱこの白の幅が足りなくて、うんうんうん、こっちの側面にピンク色を入れてあげて、全体の見え方の色幅のバランスを整える、うん、ってことをやってます。花のこう見え方がやっぱりすごい豪華になってきたからこそ、うん、周りのモチーフが少し置いてきぼりになり始めたって気配があったもんね。そうですね、うん、こっちの表面、うん、このスポンジ質はまだあんまりやってなかったので、チュンクを影色に足したりとか、うん、青みをちょっと腕プラス青を足したりとかして、うん、影色も難しいよね。どうしてもグレーとか使っちゃうけど、少し混色して馴染ませるためにいろいろ工夫がありそうだよね、うん、少し色幅増やしたんやって時に、うん、グレーだとやっぱ無彩色になってくるので、うんうんうん、ちょっと色をプラスしてあげるとなんとなく鮮やかに見える。あ、うん、あとやっぱこれ文字、うん、文字入れるとやっぱだいぶ完成度が違います。あ、なんかロゴとかラベルってすごい完成度高くしてくれる。お得だね。お得です。でやっぱ定規使ってこれも色引きしてるんですけど、うん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 、ちょっと定規入れる余裕ぐらいを持たせてあげて、ハイライトを引いてあげるといいかなって思います。
こういうとこにもやっぱハイライトを入れてあげたい、うん、口の部分とかうまいね、うん、ここできれば誰かに見えてくる、うん、あとは、うん、透明だと向こう側があるので、うんうんうん、しっかり向こう側があることを意識しながらこっちにもハイライト入れてあげて仕上げるってことが大切で、うん、おもう完成、完成ですね。そう、影にこっちのピンクっぽい影にしてました、うん、確かにちょっと色響いてるね、うん、なんかあんたの影がぼやぼやしてたのでこの、うん、ちょっとこう形あ描いてあげて輪郭的な花びらの出っ張り、うん、みたいなのがちゃんと影にも響いてる。ぼかし加減とかさ色のたまり方とか、うん、よく見えますね、うん、あやっぱ距離が近いところはちょっと強く見えてて、うん、距離が離れたところは柔らかくふわっと、うん、持ち具に対して光が当たってるさこの状況の光の強さがちゃんと影と連動して見えてる、全体が見えてるっていう証拠ですね、うん、それで完成ですね。それで完成です。おー素晴らしい、うまいですね。よくできたね。この花こんな描けたな。大変ですね、こんだけの花は。そうだよね。感想どうですか。まあ、完成はもう少し吟味できたかなというのはあるんですけど、うんうん、もうちょっと白詰めてあげて青開くところがあったりとか、やっぱこの柔らかいってところはもう少しこう実用できたな、うん、まあ分かる気がする、確かにね。絵の作業はもう、うん、超頑張りました。自信を持って演出できますね、はい、そこのなんかちょっと最初の計画的にうまくいかなかったところの補填の仕方とか、うん、まあ、それでもやっぱりこう描写でねじ伏せる力とか。そうですね、うん、描写でねじ伏せはもう多分やもっと武器として持っといた方が安心できる、うんうんうん、そうだね。自分をどれだけこう試験までに安心させれるかっていうのがかなり大事になってくると思うんですけどね、全体的に。そうだよね。お疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございました。なんか受験生に向けてアドバイスとかありますか。日々の過ごし方でもいいですけど、やっぱ自分の好き嫌いを知ることですかね、うん、好き嫌いを知ること、はい、得意不得意を知って自分を分析すること、うん、で何をやったら不安になるのか、何をやったらまあ安心できるのか、うんうん、っていうメンタリティを保ちつつ、うん、やっぱ不得意なところはまあ伸ばさなきゃいけないっていうのもあるんですけど、得意なことを伸ばしていく分野だと思うんで、うん、そこをやっぱ大切にして。大事だね、うん、そうなんだよ。少し楽しくやれるといいかなって思います、うん、結局それがね作品の魅力につながってくんだよね一番ね、うん、そういうところを伸ばしていきたいですね、僕らの、はい、教え子たちを、はい、全員羽ばたかせていきましょう、はいはい、ではそれではね、平面構成実技制作シリーズナンバー24工芸科、解説いただきました。参考になったでしょう、かなり、はいはい、受験生にとってはヒントになる言葉はいろいろあったと思うので、ぜひ、試してみて習得していい作品を仕上げてください。はい、はい、まあ、引き続きね、これ以外にも立体構成とデッサンの方も、用意しているので、ぜひ YouTube の方もチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それではまたね。バイバーイ。